泉緑道泉緑道は、群馬県大浦郡大泉町にある遊歩道である。日本の道百選を呼び美しい日本の歩きたくなる、道五百選に指定されている。全区間を通して様々な植物で緑化され、西小泉駅前には、噴水や水路もあるほか、数カ所に彫刻なども設置されている。ほとんどの区間で歩行者用の通路と自転車用の通路が分かれており、 散歩のコースとしても、サイクリングコースとしても人気が高い。ただし、夜遅くになるとほとんど照明がなくなる区間があるため、注意が必要である。昭和初期、中島飛行機工場で生産された飛行機の輸送のための軍事道路として、現在の車道部分の花見月通りが作られた。また、同時期、大田市や大泉町で生産された物資を、 首都圏に輸送のための軍需鉄道として、現在の緑道部分にあたる戦国河岸線が建設された。1976年東部、鉄道戦国河岸線が廃止されると、西小泉駅から大泉総合体育館までの線路の跡地利用として1978年から整備が始められた。その後、大泉総合体育館から県道314号線を、 越える立橋が作られて、利根川近くの、町民野球場まで延長されたほか、1996年には、西小泉駅から東武小泉線の線路沿いに、城之内公園まで延長された。現在、各地に見られる緑道の先駆けの一つであり、西小泉駅から南に伸びる町道の、花見月通りの西側で並行する、緑道区間は、1987年に、 日本の道百選に指定された。1988年手作り郷土賞受賞。1994年には読売新聞社選定の新日本外路樹百景に選定された。また、2004年には美しい日本の歩きたくなる道五百選に選定された。日本の道百選の選定対象道路名は花見月通りで、泉緑道はその一部として扱われている。 ありがとうございます。